スパです。はい。今日は学校終わってゆっくりしたいところは山々なんですが。ですが。動画を撮らないといけないんですよ。もう最近こんな感じばっかり。ちょっといつもと違う感じちょうだい。動画を撮らなきゃいけないんですよ。動画を撮らなきゃいけないんですよ。動画を撮らなきゃいけないんですよ。やってやりましょう。やってやりましょうよ。本日はその時のノリと勢いでいける動画を用意しました。1日ダンス生活です。ママは結構あれ好きだった。これそう、前回はカホ星がもうなんか怒り狂ったんだよね、パパに対して。パパが何を思ってあそこに行ったか。そうですね、このコーヒーを目指していって昼食に当たりましたね。たぶんしかも証拠隠滅しようとしてカメラが撮るのに抜いたでしょ。ダメだ。じゃあママ昼食準備するんで待っててください。顔性がマジギでしたっていう動画ですね。前回はなんかまたそれもっとマジギでしてるよ。似たような方もっとマジギでしてるよ。地下にダーツを用意してるんで行きましょう。行きましょう。で、1階でダーツ投げるとね、壁に穴開いちゃうと困るんでね。今回のダーツはこちらですね。ママ的にはですね、おすすめはまずこの宿題をする。宿題だよ。ちょ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 、ダメ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 、本当にダメ。ないわ、床で寝る。え、夜ベッドで寝るか、意味が分からんわ。学校に行く。わっと今帰ってきたのに、もう一回学校に行くろ。これはちょっとないね。これ絶対やりたいってなります。ファーレント、ゲームをするですね。かおちゃんはゲームから、ゲームから。かおちゃん、なんで足でやるの。足じゃないわよ。これか。パパはお風呂に入るとかね、気持ちいいからやりたい。気持ちいいからやりたい。パパのおごりですし。ちなみにこっちは鹿児島のおごりでラーメンですけど、まあ、今日の夜ご飯は寿司かラーメンってことですね。もしくはお昼ご飯のマックか朝食のシリアルかおやつ。おやつ。じゃあまず1投目から誰打ちます。どっから打つの。この辺りじゃないですかね。あー結構ね。あー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 あああ、じゃんけんして順番を決めよう。オッケー。パパ、カホ、セイの順番で。パパ何狙っていきますか。お腹空いてます。多少はね、コーヒー飲みたいな。宿題、仕事もまあいいかもな。宿題があるんですよね。隣で頑張ってる。カホがめっちゃ後ろに残ってる。いやいや、コーヒー。コーヒーいいの、お二人は。最近実はカホちゃんコーヒー飲むんだよね。オーケー、じゃあ行きましょう。ちょっと待って、コーヒーどこよ。コーヒーここでしょ。もしかしたら企画ミーティングか買い物か学校か。うわ、めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。ちょっと待って待って待って、ゲームをする。一回刺さったんでこれ外しますよ。どこを広くする。外すの。
か朝食しか。朝食じゃん。でもシリアルだよ。ええ、避けたいな。まあいいやいいや。いいやいいや。なんで企画ミーティングでいいじゃん。まだシリアルの方がいい。ええ。よっしゃ、ゲームをしに行きましょう。いやあ、怖い怖い怖い。もうちょっと今同じ絵になるんだけど、パパ最近の動画。いや、なんかゲームは避けたかったなと俺も思うんだけど、でも本当は自分がやりたかったんでしょ。これだって、本当は狙ったでしょ。狙えないもん。本当はパパがゲームを狙ったと思う人。本当はパパがゲームを狙ったと思う人。いや、そんなね。ねえ、ごめん、もうこれもう同じ絵だから終わったら呼んでくれる？もう、あの、固定もつけないわ。勝手にやって。Much, much, much later. 待ちくたびれたんですけど、終わったんですか？はい。勝った人、負けた人。あれ？あの方ですね。次、かおちゃんが打ちますよ。あ、下に行きましょう。っていうかさ、ゲームしただけでもう外真っ暗なんだけど。何がいいの、かほは？宿題、宿題、宿題。ここです、宿題。え、今から出るの？タブレット、ゲーム実況、漫画。床に当たったらいいと。刺さなかったらもう次せーと。強く、まず強く絶対やるのは前提や。ゴー！ヒール右へ繋がれそう。いけ！あタブレットだってせ。オッケー、じゃあせいけ。お、筋トレ。筋トレをする。意外なところ来たな。ここ一個外します。漫画を読む。漫画を読む、大きくしますよ。オッケー。あ、あ、せいはもう筋トレする。1分。なだしと、I'm weak。 一緒に行こう。いや、自分でやる。なんか弱っちい筋トレだな。すっごい弱っちい。もうちょっとなんかこうマッチョな感じのえ、マッチョくれるみたいな、かっこいい筋トレないの？かっこいい筋トレないの？だからさ、パパ幼稚園だって。なんかもっと力強い筋トレちょうだいよ。かっこいいな。あ、全然かっこよくない。みんな見てあげて、このあーを。いくよ、せーの。弱っ。パパ、みんなここがいいって。パパのおごりで寿司がいいって。でも確かにそろそろお腹空いてきたよね。よし、寿司寿司。え、はぁ
を狙った。俺そこにしか行かねえんだけど。パパ絶対宿題をするを狙ったんでしょ。パパこれをやろうとしたの。あ、お酒。お酒だよ、俺狙ったのは。コーヒーを飲むを広げる。コーヒーを飲む。オーケー。じゃあちょっとシリアルを食べに行きましょうかね。今日の夜ご飯はそれなのかな。おやつ、おやつ、おやつ。おやつじゃないよ。外はこんなに暗くてもう夕方なのに、あなたたちは朝食のパンフレークを食べます。オッケー。牛乳持って。あれ、牛乳さっきパパ出したのにどこ持ってったの。牛乳嫌いなんだよね。そんなところに持ってったかい。オッケー。私はいらなくて。いやいやいや、もう食ですから。ありがとう、ありがとう。少なくない？せーの、ごさん、はい、いただきます。もう夜ご飯もうすぐなんだけど、おやつでよかったんだな。何せクリスマスの方が美味しい。これ夜ご飯、オッケー。じゃあそれ食べちゃってください。食べちゃったら次誰が投げるんだ。あたし。カホだ。またカメの。Much, much later. スーシー、スーシー、スーシー。パパのおごりでスーシー。次、何？カホちゃんの番。何その渡し方。さあ、そろそろお腹空いてきたんで夜ご飯行きましょうよって。君たちシリアル食べたんだっけ。いいおやつな。じゃあもう一アクティビティです。カホはカホのおもりです。寿司を狙っていきますよ。ここですね。行きます。はい。パパがすっごい嫌そうな顔してる。見てよ。タブレットか漫画、どっちでもいいよ。誰だよこれ。さあ、じゃあゲーム実況しに行きましょう。言っとくけど、うん、私のせいじゃないか。私のせいじゃないか。いやいや、カオのせいでしょ。ちょっと今からゲーム実況か。ちょっとグリーンスクリーン出して。みんな静かね。そりゃみんな静かにもなるよ。まさかのここでゲーム実況とはね。あ、はい、ゲーム実況の用意できましたよ。みんな準備いいですか。みんなちょっと不満タラタラなんですけどね。まあでも。誰が打ったのは誰でしたっけ。あ、パパです。あ、お母さん。なんだねえ、かおちゃん。ドラちゃん、それでしょ。じゃあみんなにお返しさせて。せーの、ね、結構面白い。ゲーム実況どうでした。結構面白いゲームでしたね。はい、じゃあ次ちーちゃん、もう行っちゃった。ちょっと待って、なんかコーヒーを飲むがやたらでかくなってるけど大丈夫これ。せーに、パワーをくださいって。はよーはよーってなに。いけーせー。おかじゃじゃーん、企画ミーティングをする。次どこでかくする。やっぱこれ、それともコーヒー。ソファーにしようか。ソファー、オーケー。じゃあ、はい、じゃあ企画ミーティング、はい、ここでここでやるの。じゃあミーティングの内容はこちらです。
来週金曜日学校がお休みなので、はい、1本動画を撮ることにしてたんですけど、友達と遊びたいって言うんで、こうシンプルで単純な動画が1つ。じゃあゲームは、ゲームはカウントされない。じゃあ相撲はその、相撲する動画、それ多分回らないと思います。ロックとかトリックを真似してみる。え、難しい技をやってみるってこと？とかだって絶対できないじゃん。ショート、ショートは動画にカウントされません。2人ともそれでいい？うん、オッケー。じゃあミーティングは終了です。あい、じゃあパパ、でももうそろそろ本当にお腹すいたのよ。通信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 、狙ってあんなちっちゃいとこ無理だって。でもまずさ、近くをやったら殺しをもっと広げる。学校に行くになったら最悪。本当だよ。おう、行け。確かに寿司は食べたい気もする。じゃあ俺が寿司当てたらお酒当ててくれよ。そのオッケー、寿司任せろ。行け。間にもう一本どうか。みんなパパをこれハグしてあげて。Thank you, Dad. Thank you, Dad. I love you. カホはお酒を狙ってあげるの、パパと。頼む。何この感動の物語。頼む。外してあれしないと。わあ、勢いが必要だぜ、こういうのはよ。外してどれを広げるの？歯磨き？歯磨きを広げとくか。まあ、どうしてやるんだから。カホちゃんはこれを狙いますよ。お酒を飲む。すごい、ママ、カホ近すぎる、それは。カホ、近すぎる、もっと下がって。頼むよ。おつ、マジでその距離から行くの。頼む。絶対ラジオ体操だと思う。もうコツはつかんだ。確保。いざ。それで失敗するんでしょ。失敗するんでしょ。じゃあもう一回またまた。いや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 、ラジオ体操だよ。ラジオ体操だよ。いや違う。ラジオ体操。違う。ラジオ体操第一。背伸びの運動から綺麗に。カホ星初めてのラジオ体操ですね。開いて開いて開いて、はい、開いて。おみちゃん見てんのかせ。おみちゃん見てんのかせ。回して手をぐるん。はいはいはい、開いて。全然できてないわ。はい、カオちゃん結構できてるよ。いいよ、せいちゃんもちゃんとやって。そって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 、
深呼吸最後。吐いて吐いて、はい、息を吸って吐いて。お上手でした。ああ、そうか、ラジオ体操外すの。パパのお酒を狙いに来ますよ。か、これで外したら笑いもんよ。これで外したらだって相当でかいからね。外すわけないよね。外すわけないよね。いけ！いけ！宿題風呂だって宿題しないと。え？いた。Moments later。 御用達のお寿司屋さんのお寿司が来ましたよ。かほちゃんはうなぎ尽くし大好きなやつね。せいちゃんはいろいろセットね、美味しいんだよね。せいこれね。パパはお酒をいただこうと思って。最高なんだよね、寿司とワインチューラーね。すごいドン引きな顔されてるよ。せーのかさん、はい、いただきまーす。まあなんか寿司食べるのもなんかいつものことみたいな感じだから。やめてやめてやめて。やって、これ今日のダーツチャレンジ普通じゃない？面白いところが一つもない。もうちょっとこう細かくしていろ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 入れればよかったかな。いや、今でいいわ。あ、美味しいね。幸せですね。まあでもこの後ダーツで学校行くってなるかもしれないさ。まだやってんの？やってるよ。まだやってるよ。すごいだよ。はあ？寝る準備に向かいたいんで、歯磨きをする、お風呂に入る、ソファーで寝る、床で寝る、ベッドで寝る。お風呂に入る、頼む。音声がお風呂に入るを狙う。ゴー！それそれ。え？広いよ。こんなん簡単すぎ。あこんなん簡単すぎ。あこんなん簡単すぎ。あこんなん簡単すぎ。オッケー。じゃあ4つ昼食です、今から。ふざけてんじゃないよ。やっとダーツ生活のいいところが出てきたね。確かすいままで。さっそうみー。Later。 まさかこの時間にポテトを食べるとは。何考えてんだよ。ママのデブ街道まっしぐらですね。せーのが3、はい。でもポテトだけで良かったっていうのはまだマシだったんじゃない。ラーメンだったらやばいよ。この後ラーメンだったりして。うまっうまっうまっ。うまらない。寿司の後のマックポテト、うまっ。お腹いっぱいです。これ以上食べ物はやめてください。ラーメン、もう無駄に。これでどこ行くの？お風呂。歯磨きもしなきゃだよ。まあでもまずはお風呂を無駄で。もしさ、私が次歯磨きとしたら、これかこれかこれかこれやって。じゃあ一番うまい俺が歯磨きを狙ったわ。そうだね。歯磨きいきます。はい、集中。いきます。オウ！いきます。
ブレット見る。さあ歯磨きタイムです。これでお風呂に入って寝たらもうバッチしよう。ラーメンが来た。ラーメンオーダーしますよ。あ次誰カホか。でもお風呂は結構でかいから余裕じゃないかな。で、シャロータブレット。え、寝るじゃないの。あ、はい。お風呂に入るとタブレットを見るがでかいですね。あと、なぜかコーヒーを飲むのもでかいですね。いけ！じゃーん！ケルさん、優しすぎじゃない？これすごい程度見てたよ、今。はい、お風呂行ってください。パパは？はい。えあ、寝てる。あ、寝てる。寝てる。もうお風呂だってベッドダメだってパパ。さあお風呂です。入って入ってみんな。せーもう入った。閉めて閉めて早く閉めて。あ、見せれないから早く閉めて。 Moments later。 はい、みんなお風呂入りましたか。もうここでこれを決めたいですね。床で寝る、ベッドで寝る、ソファーで寝る。誰だこの責任重大な。お風呂どれにする。あ、お風呂宿題でしょ。宿題宿題よ宿題。掃除。はい、お願いします。いけしょ。あなた自分かい。これ悪くないかもしれない。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。結構明るいな。硬いか。おやすみ。硬いか。何なんて言ってる。寝たふり。というわけで今日はここで寝てください。おやすみなさい。